平成24年12月1日土曜日、大安中央児童センターで子どもパレット祭りが開催されました。この祭りは子育てのサポートと子どもたちの夢の応援を行っている NPO 法人子どもパレットが子どもたちの思いや夢を表現できる場として昨年に続き開いたもので、今年は前回よりも多くの人が訪れにぎわいました。午前中は大安中学校吹奏楽部のオープニングに続き、子どもパレットが取り組んでいる子ども学び教室の和太鼓、マジック、ダンスの発表や体験コーナー、さらに市内4つの放課後児童クラブのものづくりコーナーも設けられ、訪れた子どもたちはクラフト作りや将棋体験などに夢中になっていました。お昼は平石元気クラブのメンバーの皆さんが自宅で栽培した白菜やじゃがいも、人参などで作った愛情たっぷりのシチューが提供され、訪れた人たちは美味しそうに食べていました。また午後からは夢を形にをテーマにダンスコンテストが開催され、5歳児から中学生までの市内の9つのチームが自慢のダンスを披露しました。審査は三重県出身のユニットトゥルーパーと、地元を中心に活動しているダンサータクさん、そしてセンターでヒップホップ教室の講師をしている中西先生が担当ということもあり、どのダンスチームも専門家の前で緊張しながらも、それぞれの個性を生かした振り付けで明るく楽しく元気に踊っていました。優勝したのはダンス大好き仲良しチームスパークルでした。子どもパレットの関係者によりますと、今後は中学生、高校生にも参加してもらい、誰でも気軽に参加できる祭りにしていきたいということです。